どうも、大野です。山があります。で今日はですね、ニューヨークとっても寒くてマイナス15度とかそこら辺ぐらいあるので、もう本当に鼻水も凍るぐらいの寒さです。そして見渡す限り公園ですね。皆さん歩かれてますね。結構セントラルパークは有名なスポットなので皆さん来られています。でこちらにニューヨークのビル群がありますね。ビル群の中から目を送りします。すごい好きな場所なんですが、来ると予想以上で僕のふるさと北見市ぐらい寒いです。今日、寒いです。マジで腹水も凍る感じで。改札越えたら山のようなビルが並ぶ大都会。線路が繋いだドアとドアがしかめ面であくびにする。すべてがここでは当たり前の景色。君はこの街で何を望むだろう。はい、どうも、大野です。ブレッカー通りからすぐ近く、いろんなアーティストミュージシャンがこの公園で歌うというパフォーマンスをするという有名な公園なんですが、いや誰もやっておりません。皆さんの憩いの場に誰もやっていないので、僕がアカペラで歌いたいと思います。ダンス、もうストリートが呼んでいる。呼んでいる。君だけに見えるアベニュー。今行かずにいつ行ける。はい、歌い切った感がありますが、誰も歌ってない。結構ね、ニューヨークに来ると駅の中でサックスのプレイヤーがこう駅でプレイしてたり、パーカッションのプレイヤーがパーカッションバカバカバカっていう駅構内でプレイしてたり、街中に音楽が溢れててですね、ジャズビレッジヴァンガードというジャズの、有名なジャズクラブに行って、テナーサックスとかソプラノサックスの響きを堪能してきたんですが、街角にこう音楽が溢れてるということで、もうそのメッカというここに来て誰もこう歌ってないという現状を目の当たりにしてですね、ちょっと戸惑っておりますが、でもいいです。門が素敵です。ブルックリンの橋の下にやってまいりました。ブルックリンからあちらマンハッタンにつながる橋です。どこから見覚えのあるブルックリンからお送りしました。寒すぎるよブルック
だ寒い。ブルックリンという地区は歴史があってですね、こちらの橋もとても古い橋ですね。じゃあブルックリンで何を歌うかな。今夜ブルックリンの橋の前で僕はアカペラで歌ってる。一っ子一人いないけど歌う。おー憧れてる。あ、ブルックリンの橋に愛を注ごう。あ、寒いですね。なんで雪がないのか不思議なぐらい、なんで雪がない、なぜ雪がないのか不思議なぐらい寒いです。マイナス10度を超えております。でも、満足です。こんなに綺麗な景色の前で歌えて満足です。なお、ここにはメリーゴーランドがございます。回ってますね。なとこですけど、今日は大寒波かなんかわかんないですけど、相変わらず寒くて、皆さん、出してる部分が全部寒いので抑えながら歩くレベルの、大変ですね。ニューヨーク大変ですね。おなじみのスポットタイムズスクエアです。山のようなビルが並ぶ大都会。ありがとうございました。ニューヨークセントラルパークからお送りしました。崖ですね。ありがとうございました。素敵ですね。で、僕はこの場所がすごい好きで、また来たいと思ってます。鼻水がこれします掴まれる、yeah、横れた瞳で何を見てきたの。この街はすでに操られているのさ。夢ばかりのピアノすぐにアクションさせて、全てを信じ全てを失う。遠くに旅に出ようぜ、それでいいよ、それで。くだらない世界でもこの目で選ぶから、oh! 3年超えたらどこに何があるか大体わかる。こんなにも素敵な大都会。崩れた屋根から空を見上げれば、誰かの夢の跡が微笑んでるよ。20世紀のデザートを背負ったのが21世紀に生きてきた地球の人。夢ば
のフィアモーレ、すぐにエンジンかけて。